トッカゲのおっさん始まるよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、観覧注意の動画なんですけど、うちの店舗でディビアさんがいっぱい入荷しましたので、ディビアすくいをねやりたいと思います。早速ここにねディビアさんがあります。約1000匹ぐらいですね、1000匹ぐらいのディビアさんが入荷してるので、まあここに入れて、これですね、このお玉でディビアすくいということで、縁日気分で作っていきたいと思います。じゃあ早速ディビアさんの方見ていきたいと思います。今回は成虫なので日本のゴキブリさんに見えてしまうんですよね。苦手な方はね、ブラウザバックお願いします。はい、わお、こんな感じでディビアさんの成虫でございます。成虫はねテカテカしてるので気持ち悪さが増すんですよね。おっさんも最初の頃はね、もう一切触れないぐらいな、もうディビア恐怖症でしたけど、もうねそれは克服して今はね可愛く見えます。ということでね、今からこれをこのたらいの中にね移していきたいと思います。すごいな、あーあーあー、すごいね。はい、じゃあね開けていきます。ここら辺からね気持ち悪くなって離脱した人は何人いるんでしょうか。今からねもっと気持ち悪くなるんで覚悟しといてくださいね。あーあー消えてる、うわでっか、うわもうこの状況ですよ。この網がいいんですよね、リビアさんの輸送にはこういう通気性のいいね網がベストですね。でこの段ボールにいっぱいね穴を開けて発送するっていうのが一番いいですね。生命力の強いディビアさんって言われてるんですけど、群れにはね本当弱いですよね。やっぱ全部出たので今度はこっちですね、新聞紙の方をね取っていきます。赤ちゃんも結構生まれてますね。ディビアさんって卵胎生なので赤ちゃんは卵から生まれてくるんじゃないんですよね。お母さんのお腹から生まれてくるってことで、あーすごい全然ね出産してます。はい、最後の新聞紙、うわー諏訪のおっさんもブルブルしてきた、うわーあーすごいね、久しぶりにこの量の成虫を見ましたね。あー卵巣、卵巣落ちてますね、卵巣。これがディビさんのね卵巣ですよね。通常はメスのお尻のとこについたままなんですよね、これが。で体内に入れたり出したりして、まあ、最後お腹の中でね産むということで、これ折れて落ちてしまったらもう生まれないんですよね。なので捨てます。はい、ということでディビアすくいの方がね完成いたしました。ディビアさんの成虫は飛ぶ恐れがあるので一応こういう風にね網をつけました。で実際にすくいをやるときはこれを外してこのお玉でねすくってもらうっていう感じですね。どんぐらいすくえるかな。このお玉は表面がザラザラしてるのでこういう風にね下の方までくっついてくれてますね。はい、思いっきり入れてこんぐらいかな。はい、何匹だ、隠れ家入れて、はい、これがね1回分の量ですね。こんぐらいすくうことができました。何匹かな、ちょっとね数は分かんないですけど、これを1回としてねやりたいと思います。値段の方なんですけど、まあお店限定っていうこともあって格安でね
開催しようと思いますので、お近くの人はね、ぜひお越しください。リビア、ちょっと練習でやろうか、僕が詰め寄って、リビア子供たち大発表。うわーよし、はい、こっちはや、あれ誘ったの、あ、で、誰がやるかな、誰がやる、誰がやる、あなた、もうビビッチョが出んの、固まってしまって、固まってしまって、面白いよ、ハーミーゆっくりがいいかな、ゆっくり、キモ、あ、待って、どこどこ、もうちょっといけると思う、もっといけるって、もっといく、一番救った人に1万円ね、トントントン、食べる、もう一番いいよ、ここら辺がいいやね、ここら辺、いいや、すごいな、お上手上手、すごいすごい、はいはい、あ、みんな好み人、ウェーイ、めっちゃ上手じゃん、一回していい、あ、一匹一匹、一回してすごい、よし、やってみよう、わー